恐れることなんて何もない。知識は使うからこそ意味がある。欲望に溺れないでくださいね。正しい道を歩むのみ。あなた様を信じています。願いが届きますように。我が子のように大切にするわ。七つの美徳。私の考えが一番正しい。何としてでも手に入れる。あいつじゃなくて私を見てよ。これ以上僕を怒らせないでくれ。もっと私を愛して。常に満たされていたいんだ。本気出してないだけだから。七つの大罪。